こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今、シュートピッチャーって、現役でいるの？そういえば思いつかないねー。井端弘和が、解説の時に、巨人の桜井俊樹を、いいシュートピッチャーだって褒めていたよ。大竹勘みたいだって言っていたのを、聞いたよ。ああ、大竹勘もシュートを投げていたよね。そもそも、巨人には西本隆っていう、シュートの大家がいたからね。ああ、そうだね。でも、そこまで時代を遡ると、結構、シュートピッチャーがいたでしょ？カミソリシュートの平松正治も、有名だったし、東大沢も喧嘩投法で、ぐいぐい内角を攻めていったよね。あとは、川崎健次郎もシュートピッチャーだったよね。みんな、いいピッチャーじゃん。西本隆も、東大沢も、自分で指導者になった時に、シュートピッチャーを育てればよかったのにねー。やっぱり、そんなことはないと言われているけれど、シュートを投げると故障しやすいって、言われているから。ピッチャーにしてみれば習得に、二の足を踏んじゃうんじゃない？それは、昔からよく聞く話だよね。根拠はないけれど、外側にひねる動きが腕とか、肘に悪そうな感じはするよね。そんな感じがするよね。あと、今はツーシームがあるから、そっちの方が習得がしやすいし、バッターにも有効だって考えるピッチャーが、多いのかもしれないよね。ああ、ツーシームなら、その置き方によっては、空振りが取れる可能性もあるもんねー。黒田博樹も、一時期シュートピッチャーだって、言われていたけれど、あれはツーシームっていうことだったからね。黒田博樹のツーシームはメジャーでも、通用するすごいボールだったけれど、あれは、シュートじゃないよねー。そうだよね。やっぱり、バッターのインコースにキュッと、食い込んでいくのと、ある程度スピードがないとシュートっぽくないよねー。そういうことで言うなら、やっぱり、森田光希はすごいシュートピッチャーだったよね。ああ、そうだねー。ということで、この動画では、森田光希について投げ込んでいくよ。プレイボール。森田光希は、1969年生まれ、北海道茅部郡鹿部町出身なんだよ。森田光希はどさんこだったのか。北海道の子なんだよね。北海道茅部郡鹿部町って、北海道のどの辺？北海道の鹿部町は渡島半島の北東部にある町なんだよ。おお、北海道のこの部分は渡島半島っていうのか。そうだね。北海道の先っぽのこの部分を渡島半島って言って、南の二股に分かれている部分の日本海側を松前半島、太平洋側を亀田半島って言うんだよ。そうなんだ。それと、北海道の鹿部町って、言ったら、日ハムのピッチャー、伊藤博美も、鹿部町出身だよね。伊藤博美は地元の北海道の、チームに入れてよかったねー。伊藤博美のお父さんは、森田光希と同級生だったから、伊藤博美は子供の頃に、森田光希から教えてもらったこともあったらしいよ。そうだったんだ。森田光希のお父さんは漁師だったんだけれど、漁に出ていた時に盲腸にかかっちゃって、大変な目に遭ったことがあったんだって。それはまずいじゃん。ところが、この時にたまたま近くを通りかかったのが、大洋漁業の船。森田光希のお父さんは、大洋漁業の船に収容されて、それで、一命を、取り留めたことがあったらしいんだよ。よかったねー。このことが、後年、森田光希がプロ入りするときに、話題となったんだよね。太陽にドラフト指名されたとき、今度は僕が太陽を助ける番だ。と恩返しを誓ったんだよ。それは、いいエピソードだねー。森田光希は子供の頃から野球を、始めて、鹿部中学校を卒業後は、野球の名門、函館雄斗高校に、進学。ああ、函館雄斗は名門だよねー。函館雄斗って言ったら、なんと言っても、佐藤義則が OB だよね。ああ、佐藤義則も函館雄斗なのか。佐藤義則は奥尻島出身で、中学校まで奥尻島にいて、函館雄斗に進学したんだよ。そうだったのか。それと、函館雄斗は、今、OB の古溝克之が、監督をしているんだよ。古溝克之って、元オリックス、阪神で、阪神時代、三越芝、古溝だった古溝？三越芝、古溝っていうのはよくわからないけれど、その古溝克之だね。古溝克之って、プロ最終年に1年だけ日ハムにいたんだよ。
まだ、北海道移転前の日ハムだったんだけれどね。引退後、オリックスのバッティングピッチャーを、して、地元に帰ってきたみたいなんだよ。そうだったんだ、古溝監督の、函館優等甲子園で、見てみたいねー。うん、そうだね。それで、函館優等でエースピッチャーを、していた森田浩輝は、3年間で3度の甲子園出場を、果たすんだ。3回も甲子園に出ていたらすごいじゃん。ところが、甲子園では、なかなか、勝てなかったんだよね。1年夏、2年春と甲子園に行くものの、1回戦負け。3年夏に甲子園出場を、決めた時には、悲願の甲子園初勝利が、チームの合言葉になっていたんだよ。甲子園に出られるだけでもすごいのに、甲子園で勝つのは大変なんだねー。うん、それで3年夏の大会は1回戦で沖縄水産と、対戦。この時の沖縄水産は、大会ナンバーワンワンと、言われた、上原明を擁する強豪チームだったんだよ。ところが、函館優等打線は、この上原明から2点を、取ってリード。その後、森田浩輝も1点を取られるものの、2対1の函館優等リードで、8回まで進むんだ。しまった投手戦だねー。ところが、8回に森田浩輝が捕まって、2アウト満塁のピンチ。そこから、痛恨の押し出しフォアボールを、出してしまって、次のバッターにレフト前に、運ばれてしまい、逆転されてしまうんだよ。8回2アウトまで行ったのに、逆転されてしまったのか。結局、試合には負けてしまって、この大会でも1回戦負け。結局、森田浩輝は甲子園で1回も、勝てなかったんだよね。そうだったのか。そして、夏の甲子園が終わった後の、ドラフトで、森田浩輝は大陽の1位指名を、受けて、大陽に入団。ここで、お父さんが助けられたエピソードが、飛び出すんだよね。なるほどねー。でも、森田浩輝はドラ1だったんだねー。すごいなー。うん、森田浩輝は長嶋一茂の、ハズレ1位だったんだよ。おお、この時のドラフトは、長嶋一茂がいたのかー。うん、そうなんだよね。この時のドラフトで、長嶋一茂はヤクルトと大陽が、1位指名して、くじ引きでヤクルト入団が、決まったんだよ。巨人は指名しなかったの？うん、この時の巨人1位指名は、PL 学園の橋本清だったんだよ。そうだったんだー。同じ PL 学園の立浪和義が、何回と中日のくじ引きになって、中日に決まるんだよね。うわぁ、それは、何回、立浪和義っていうのも、見てみたかったねー。うん、そうだね。でも、何回は外れ1位で、吉田と豊彦を取れたからね。それと、西武は鈴木健、ロッテは伊良部秀樹を1位指名しているんだよ。結構、この年のドラフトは粒揃いだったんだねー。うん、そうだね。大陽も、1位で森田浩輝を取って、2位で岡本徹、3位で野村弘樹を取っているからね。成功ドラフトじゃん。うん、そうだね。そして、プロ入りした森田浩輝は1年目から、1軍での先発のチャンスが、巡ってくるんだけれど、なかなか、勝てなかったんだよね。森田浩輝がプロ入りした頃、大陽の監督って誰だったの？うん、その頃は小葉監督だったんだよ。小葉監督って、意外と新人にチャンスを、くれるよね。うん、そうかもしれないね。そして、この頃の大陽は中山博明が、リリーフエースだったんだけれど、監督が須藤豊に代わると、中山博明は先発に、転向。そして、遠藤和彦が抑えに回るんだけれど、この頃、森田浩輝も先発からリリーフに、転向するんだ。そんなチーム事情があったのか。そして、大魔神、佐々木が頭角を、表してくると、森田浩輝と大魔神、佐々木の、二人がダブルストッパーとして、定着。球界屈指のリリーフ体制を、築くことになるんだ。森田浩輝と大魔神、佐々木の、ダブルストッパーって、相手チームにしたら嫌だねー。そして、森田浩輝は、1992年に、14勝を挙げて、防御率 2.05 で、最優秀防御率の、タイトルを獲得するんだ。え、14勝で最優秀防御率って、この年は、リリーフピッチャーじゃなかったの？いや、ほとんど中継ぎだったんだけれど、規定投球回をクリアして、タイトルを、取っちゃったんだよね。へぇ、そんなこともあるんだねー。うん、先発以外のピッチャーが、最優秀防御率の、タイトルを取ることは結構あって。その昔、森田浩輝と同じ太陽の、斉藤明夫が30セーブを、挙げながら、規定投球回をクリアして、
最優秀防御率のタイトルを取ったことはあったし、30セーブで規定投球回をクリアするのはすごいな。1992年には近鉄の赤堀元幸が50試合に登板して11勝4敗22セーブ、防御率 1.80 で規定投球回をクリアして、最優秀防御率のタイトルと最優秀救援投手のタイトルを同時に取ったこともあるんだよ。そうなんだ。そんなに大昔の話じゃなくて、平成の時代でもそんなことがあったんだね。うん、そうだね。ちなみに、こうしてブレイクした森田光希は、1993年限りで引退した斉藤明夫から背番号を受け継いで、翌1994年から森田光希が背番号17を背負うようになるんだ。斉藤明夫とは、そういうつながりもあったんだね。そして、1994年は怪我の大魔神、佐々木に代わって、クローザーを務めることもあって、46試合登板で、8勝4敗16セーブ、防御率 2.48。翌1995年も、リーグ最多の57試合登板で、8勝4敗5セーブ、防御率 1.97 と、球界を代表するセットアッパーになったんだよ。すごいじゃん。そして、この頃、森田光希を苦手にしていたのが、落合博満。落合博満は最も嫌な投手として、森田光希の名前を挙げているんだよ。へぇ、落合に苦手なんてあるんだね。1992年に、森田光希がタイトルを、取った年、落合博満は森田光希から一本も、ヒットを打てなかったんだよ。すごいじゃん。対戦成績でも、森田光希と落合博満は通算50打数9安打、打率1割8分だったんだよ。完璧と言っていいほど、抑えているじゃん。落合博満は巻き込んで引っ張ったり、追っつけて逆方向に打ったりと、インコースのボールを広角に、打ち分けることで勝負していたんだよね。そんなインコースに、森田光希からシュートを投げられると、なかなかうまくさばけなかったんだよ。そうだったのか。森田光希のシュートはストレートよりも、速いんじゃないかと思うほどの高速シュートだったから。インコースにストレートと高速シュートを混ぜられると、落合博満とはいえ、なかなか、さばくのは至難の技だよね。それは、ちょっと対応できないよね。逆に、典型的なプルヒッターの、原辰徳は、森田光希を得意にしていたんだよ。原辰徳は、ストレートに合わせておいて、差し込まれるボールは三塁側に、ファールにしていたんだよね。なるほどね。だから、落合博満の巨人時代には、原辰徳敬遠、落合博満勝負なんていう場面もあったんだよ。うわぁ、それはすごいな。さすがに、この時は、森田光希から落合博満が、センター前ヒットを打っているんだけれどね。やっぱり、落合もさすがだね。そして、1996年には大谷監督が、就任して、森田光希は先発に転向。開幕投手も任されるようになるんだよ。開幕投手は、すごいじゃん。翌1997年も、開幕投手になって、2年連続開幕投手になるんだけれど、1996年は5勝9敗、1997年は1勝7敗2セーブと、いまいちだったんだよね。なんで、調子が悪かったの？この頃、フォームに悩んじゃって、そのせいか、肘の故障も抱えちゃったんだよね。そうだったのか。そして、1997年オフ、中根仁志とのトレードで近鉄への移籍が決まるんだ。近鉄は、リリーフの佐野茂樹が肘の手術を受けるということで、リリーフピッチャーを探していたんだよね。そんな事情があったのか。ところが、近鉄に移籍して1年目の1998年8月、森田光希を悲劇が襲うんだ。右足が痙攣する症状があって、検査を受けてみると脳腫瘍が見つかるんだ。え、脳腫瘍。うん、医師の診断では、腫瘍は直径6センチの大きなもので、これが手足の動きを司る運動野と呼ばれる部分を圧迫して、右半身に異常を引き起こしていて、命に関わる危険もあるということだったんだよ。命に関わる危険。さらに、手術が成功したとしても、野球をできるようになる確率は極めて低い、とも宣告されるんだ。そんなことがあったんだ。1999年9月手術を受けて、手術は成功。ところが、2日後、森田光希の右手が突然、自分の意思で動かせなくなったんだよ。え、手術は成功じゃなかったの？うん、
手術は成功で、右手が動かないのは、手術の影響で、脳が腫れるために起こる一時的な症状だったんだけれど。プロ野球のピッチャーにとって、つい、この前までボールを握っていた、その右手が動かないというのはすごいショックなことだったんだよ。そりゃ、そうだよね。ここから森田幸喜は現実を受け入れることができず、自暴自棄になっちゃって、手術は失敗したと思い込んで、動かないんだったら、こんな右手いらねえよ。ちょん切ってくれよ。って言い始めるんだよ。うわぁ、壮絶な話だなぁ。そこからやる気が一切なくなっちゃって、周囲の人たちも大変だったんだけれど、初めてリハビリ室に行った時に、森田幸喜は心を入れ替えるんだよ。何があったの？うん、リハビリ室に行ってみると、自分よりも大変な思いをしている人たちがたくさんいたんだって。それを見て、俺なんて大したことないのに、なんて俺は、わがままだったんだって反省したって言うんだよ。そうやって、自分で立ち直ることができるのはすごいことだよ。うん、そうだよね。手術後も森田幸喜には、右足に麻痺が残る後遺症があったんだけれど、リハビリで克服。驚異的な回復力で、翌1999年8月には2軍戦に、登板できるようになって、この年のシーズン最終戦で、1軍復帰したんだ。すごいじゃん。それでも、翌2000年は3試合に、登板して、2イニングで4失点。さすがに、球団から、翌年のオープン戦で結果が、出なければ引退と、最後通帳が突きつけられることになるんだ。わかってはいるものの、さすがにプロは厳しいな。森田幸喜は手術を、右足が元の感覚に戻らなくて、その影響で、シュートのスピードが落ちちゃったんだよね。以前は、ストレートよりも速いシュート、パワーシュートで相手バッターの、バットを打っていたほどだったのに、それができなくなっちゃったんだよ。右ピッチャーで右足は軸足だから、なかなか辛いねー。それでも、森田幸喜は俺にはシュートしかないと、信じて、モデルチェンジすることにしたんだ。力任せにシュートを投げるんじゃなくて、アウトコースのストレートでカウントを、稼いで、ゴロ狙いでインコースにシュートを、投げて打たせて取るピッチングスタイルに、変身したんだよ。インコースにストレートが来たと、思ったら、シュートが詰まってないやゴロか。やるじゃん。このピッチングスタイルがハマって、2001年6月13日の大英戦では、1082日ぶりの勝利投手となるんだよ。よかったねー。そして、この年は34試合に、登板して近鉄の12年ぶりのリーグ優勝に貢献。ああ、この年は近鉄が優勝した年か。オールスターゲームにも中継ぎ投手部門で、ファン投票1位で選ばれ、カムバック賞を受賞したんだよ。完全復活じゃん。うん、そうだね。そして、翌年、2002年シーズン限りで、引退するんだよ。お疲れ様でした。引退後は横浜ベイスターズ球団職員を、しながら解説の仕事もしていたんだけれど、2005年に脳腫瘍が、再発。その後は、手術、再発を繰り返すようになって、2015年に45歳で、亡くなってしまったんだよね。そうだったのか。暗い感じで終わるのは嫌だから、最後に、森田幸喜の破天荒エピソードを話していこうと思うんだけれど。え、森田幸喜って破天荒なピッチャーだったの？うん、とにかくお酒が大好きで、年俸1億もらっていたけど、貯金はゼロ。全部酒に使ったって本人が言っていたほどだったんだよ。そうだったんだ。シーズン中でも二日酔いの状態でマウンドに上がって、それでも打たれないから、コーチも注意してくることはなかったんだって。すごい話だねー。キャンプでは仲良しの有働克也と共に、部屋をスナックにして、コーチの部屋にいたずら電話を、したり、早朝の4時に後輩を、呼びつけてお酒を飲ませるいたずらなんかをしながら、1ヶ月間不眠でお酒を、飲んだって言うんだよ。むちゃくちゃだな。こんな感じだから、近鉄にトレードされたって、本人も言っているんだけれど、近鉄に行ってからも北新地で、毎月100万円以上飲んでいたって、言うから、相当だよね。闘病中でも、お酒は、止まらなかったんだね。森田幸喜は本当に、破天荒なピッチャーだったんだね。今は、もう叶わない話だけれど、森田幸喜が、ものすごいシュートを投げるピッチャーを、育てるところが見たかったね。うん、そうだね。今は、時代と合わないかもしれないけれど、いつの日か、森田幸喜みたいなエグいシュートピッチャーを、見てみたいな。最後まで、ご視聴。
ありがとうございました。